諸侯の活躍により董卓は討たれた。しかしその後軍友たちは割拠して天下を伺うようになった。中でも歌道を包帯した曹操は権勢を増し、北の袁紹を倒して中原の地盤を揺るぎないものとしていた。一方趙軍は公孫さんの帰化を離れ劉備の元を訪れる。折しも劉備は曹操の大軍に追われ南へと逃れるところであった。劉備の大使こそ己がいただくべき御旗、その未来を守るため趙軍は長藩をかける。すまない趙軍、私の力になってくれるという、その思いはありがたい。だがあの曹操の大軍勢、果たして振り切れるものか。劉備殿の陣は天下の隅々まで明るく照らす光、私はそう確信しここへと馳せ参じました。この槍は殿の大使のため、逆境の暗雲を払うため。いざ趙紫竜の戦、お見せしましょう。私の一撃。
ましょう。Yeah!
来いよ。おめえらもこうなりてえんならな、電気と長期の分この胸に刻んで果てやがれ。Ha!
まったく無茶しやがって。無茶だとしても。私はこの力及ぶ限り殿の大志を支えたいのです。